ブルーミントンはアメリカ合衆国イリノイ州マクリーン郡の都市で同軍の軍長所在地ノーマルに隣接しておりブルーミントンとノーマルで構成されるブルーミントンノーマル都市圏に属している2010年の国勢調査での人口は76,610人であったイリノイ州では12番目の規模でシカゴ大都市圏の外側では5番目の規模であるノーマル市の人口を合わせると 約13万人になる。ブルーミントンは、北緯40度29分03秒成形、88度59分37秒、北緯40.48417度成形、88.99361度、40.48417-88.99361に位置している。標高は243メートルである。アメリカ合衆国国政調査局によると、 地域全面積は27.23平方マイルで、水域は0.01平方マイルである。近年のブルーミントンの平均気温は低摂氏10度から摂氏30度まで変化している。観測史上最も低い気温は1985年1月に観測された摂氏31度で、最も高い気温は1988年6月の摂氏39度となっている。 月間降水量は2月の 43mm から5月の 115mm まで変化している。1910年頃の写真、ダウンタウンの広場の東側から北西方向を望む現在のブルーミントン周辺はヨーロッパ系アメリカ人の入植者が最初に到達した1820年代前半まではアメリカインディアン部族のキカプー族が暮らしていた広大な林の外れであった。 町の歴史は、ケググローブという名で始まり、やがて、ブルーミンググローブと呼ばれるようになった。ブルーミントンという名になったのは1830年12月25日のことで、同時に、マクリーン軍が設立され、同軍の軍庁所在地となった。マクリーン軍が設立された時、軍庁所在地も同時に制定された。しかし、法律には、ブルーミントンの用地は、 後に設置されるとしか記されていなかった。新たな軍の創立者の一人、ジェームズ・アリンは、彼が所有していた60栄館の土地を新しい町のために寄付すると申し出た。彼の申し出は受け入れられ、ブルーミントンの町が設計された。土地は1831年の独立記念日に行われた盛大なオークションで販売された。この時点ではほとんど道路はできていなかったが、 肥沃な土壌は新たな農民を引きつけ新しい軍で商売を始めた。至るところからやってきた人々が町の中心、現在のダウンタウンで交易や商売をしていた。その中には近隣のスプリングフィールドで弁護士として働いていたエイブラハムリンカーンも含まれていた。1900年。 パトロール中の警官が視聴者と警察署の向かいにあるクリーニング屋から火の手が上がっているのを発見した。彼は警告を発したが結局ダウンタウンのほとんどが焼き尽くされた。とりわけ裁判所の北側、東側の被害が深刻だった。消失した地域は地元の建築家、ジョージ・ミラーやパポールをもらっつのデザインした建物ですぐに再建された。 20世紀の最初の20年間、ブルーミントンは成長を続けた。農業、高速道路や鉄道の建設、保険業の成長は、市の成長に大きな影響を与えた。ダウンタウンは地域のショッピングセンターとなり、隣接する軍の交易品を引きつけた。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。ブルーミントンとマクリーン軍で構成される。 都市圏はイリノイ州で最も成長率の高い都市圏である。人口は1990年から2006年の間に28%増加した。この高い人口増加率のため、アメリカ合衆国国勢調査局は2006年2月に特別調査を行い、6年の間に人口は15.7%増加して74,795人になったという結果が出た。 ブルーミントンで製造されたビールナッツダウンタウンにあるステートファーム保険の建物。ブルーミントン中心業務地区の中にある。市の包括的年間財務報告書2011年版によれば市内の雇用ストップ10は以下の通りである。週刊高速道路39号線、55号線、74号線がブルーミントンを通っており、市の交通の中核を担っている。 アメリカ国道51号線、150号線、イリノイ州道9号線も市内を通過している。アメリカ国道66号線はかつて市内のダウンタウンを通過していたが、後により東側を通るルートに変更された。ブルーミントンノーマル公共交通システムは、ブルーミントンとノーマルの両都市間を結ぶバス路線を運行している。ブルーミントンには、以下の鉄道、バス路線、 空港もある。雑誌、ゴルフダイジェストは、ベスト・イン・アメリカというランキングで、ブルーミントン・ノーマル都市圏を、アメリカで5番目にゴルフをするのに良い都市だとランク付けた。この雑誌では、アメリカの大規模な都市圏を、ゴルフ場へのアクセス、天気、価格、質の4つの基準でランク付けされた。ザ・デン・アット・フォックス・クリークは、ゴルフダイジェストで4つ防止班の評価を得ている。 アーノルド・パーマーが設計し1997年にオープンしたゴルフコースである。ベントグラスの T、グリーン、フェアウェイが特徴となっている。GPS 付きのカート、ゴルフクラブのレンタル、プロショップやスナックバーなどの設備が揃っている。ウォーターハザードは9つのホールにあり、バンカーは全部で131カ所ある。ベントグラスの広い練習場。 チップショットやパターの練習ができるティーなど、練習施設も充実している。イリノイ州高校協会の男子ゴルフトーナメントや、毎年夏に開催される、カントリーユースクラシックなどの大会も行われる。ブルーミントン南部にある、ハイランドパークゴルフコースは小川、三つの湖、うまく配置されたバンカー、両側に木が植えられたフェアウェイ等がある、難易度の高いコースである。プロショップ、 カート、ゴルフクラブのレンタル、スナックバーがあるほか、個人やグループでのレッスンも行っている。カントリーユースクラシックが毎年夏に行われる。ザリンクスアット、アイルランドグローブは、ブルーミントンで最も新しい公園ゴルフ施設で、最初のエグセクティブコースである。9ホールのうちパー3は7ホール、パー4は2ホールある。練習場には4000平方メートル以上の広さの、 ターゲットとなるグリーン、数個のバンカー、二つのフェアウェイがあり、ボールを打てる場所は天然芝で約8100平方メートルの広さがある。ショートゲームの練習ができる16000平方メートルの区域もある。プロショップではゴルフに関するあらゆるものを販売している。このコースではカントリーユースクラシックの一つであるカントリースキルズチャレンジが行われる。 プレーリービスタゴルフコースには16カ所のウォーターハザード、2段グリーンや2段フェアウェイ、多くのバンカーがあり、カート、ゴルフクラブのレンタル、スナックバー、宴会場、練習場などの設備もある。カントリーユースクラシックやイリノイ州高校協会の男子ゴルフトーナメント決勝などの大会が行われる。1997年には全米大学体育協会ディビジョンアイトーの 女子ゴルフの大会が開催された。施設イベントミラーパークパビリオンブルーミントンには2つの学区がある。市の中心部は第87学区に属している。学区では、高校はブルーミントン高校、中学校はブルーミントン中学校のそれぞれ1校ずつ、小学校はオークランド、ワシントン、ベント、アービング、シェリダン、スティーブンソンの6校を幼稚園は、 サラレーモンド幼稚園を運営している。第87学区に属していない地域は、マクリーン群第5統合学区に含まれる。マクリーン群第5統合学区はもともとノーマル市などの郊外の地域をカバーしていたが、現在では、ブルーミントンの生徒が多数を占めている。この学区では、高校はノーマルコミュニティ高校、ノーマルコミュニティ西高校の2校、中学校は4校、 小学校は17校を運営している。2010年に学区内では4番目の中学校となるジョージ・エヴァンス中学校の建設に着手した。中学校は2011年に完成した。市はさらに2つの小学校を建設しており、新たな高校も必要とされている。市内にはセントラルカトリック高校、ホリー・トリニティ小中学校、エピファニー小中学校、 セントメアリーズカトリックスクール、トリニティ、ルーテルスクール、コーナーストーン、クリスチャンアカデミーなどの私立学校もある。イリノイ大学の付属高校で、実験高校のユニバーシティ高校もある。イリノイウェズリアン大学は1850年に設立された私立大学で、生徒、教職員数は全2100人、生徒12人に対して、教職員1人の比率である。 大学はもともと合同メソジスト協会の参加にあった。大学は17の教養学部、美術、音楽などの芸術学部、そして看護学部から構成されている。大学は全米大学体育協会のディビジョン3に区分されており、1970年以降100人以上の選手がアカデミックオールアメリカンに選出されている。隣のノーマル市には以下の大学がある。 ダウンタウンブルーミントンにあるテリークリアタワー。ありがとうございます。